キチャンネル。ちょっ、さあ月曜日です。総チェックというところでね、もう9月にも入りましたし、もうあと1ヶ月でシーズンも終わりです。総チェックもあと1ヶ月で終わりです。やっと終われる、嬉しい。はい、というところで皆さんね、はい、皆さんも最後まであと1ヶ月ちゃんと全総チェックを見てですね、完走しましょう。はい、さあということでパリーグ、まずは日本ハム対オリックス。1日3対0で日本ハム、2日0対1でオリックス、そして3日1対3でオリックス。オリックスの2勝1敗で勝ち越しっていうところでね、まあ、しっかりもう優勝に向けてね、こう勝ち越していくっていうところでね、もう周りもどんどん太刀打ちできなくなっていくっていう中でね、まあ、1日の試合は日本ハム3対0で勝利というところで、日本ハム先発噂はね、9回114球3安打7三振1球1デッドボール無失点の完封勝利というところで、まあ、変化球がねしっかり低めに決まったっていうところで、若干打たれる時でね高めに抜ける時は多いけども、しっかりね低めに決まったっていうところでは正直ね、この完封劇っていうところで一番ね、結びついたんじゃないのかなと。であと5回8回のねピンチをしのいだっていうところも非常に良かったかなと。まあ、5回もね、先頭頓宮センター前ヒット打って、で若月今度はアウトになるけども紅林フォアボールと、で、9番に来たりね、ツーアウト一三塁から三振でね、ここ1本許さずね、で8回にもね2点差の中でゴンザレスツーベースで、紅林がね、ライトファールフライで三塁タッチアップして代打西野、ここピッチャーゴロでね三塁ランナーゲボがアウトになるっていうところで、まあ、ここね、しっかりね失点させなかったっていうところではね、非常に完封にね一番導きづいたんじゃないのかなと思います。でオリックス先発で山崎福也、7回92球6安打3三振2四球2失点っていうところで、これはまあねもう攻められないね、ここまでしっかり抑えたっていうところでね、まあ打線がね援護しきれず、まあ噂のねピッチングが上回ったっていうところでは避けられないね。で、日本はね、2回ね山崎福也をね、オリックスでは一番リードがね、うまかったっていうところで、伏見がね、その山崎のねリードもうまいけど打つのも簡単だよっていうところで、レフトスタンドへね、先制のホームランね。3回にも松本、郡司、そして清宮、3者連続ヒットっていうところでしっかりね追加点取って、でなおもね4番万波からノーアウト1塁チャンス広がるんだけども、万波三振、そしてね、伏見が、ピッチャーライナーでセカンドランナー郡司が飛び出したダブルプレーっていうところで郡司バーッと飛び出したんですね。でここでね、ここもう1点ぐらい取れてたらもうちょっと楽な展開になったかなっていうところもあるしね。で、8回ね、ダメ押しっていうところでワンアウト1、3塁からね万波がライトにタイムリーヒットね、ここでしっかりタイムリーを打ってダメ押し、まあ、しっかりね噂も抑えて、打つべき人が打ってしっかりね得点していくっていうところでは、日本ハムにとったらいい試合展開だったんじゃないのかなと思います。そして2日、0対1でオリックスっていうところで、オリックスねこの男がいますっていうね、山本7回108球4安打9三振3四球無失点っていうところで、まあ、このね山本がいるっていうところでね、まあ、2連敗でストップっていうね大型連敗しないっていうところは非常にオリックスの、ね、強みかなと。しかしねこの山本もね、2回3回4回5回と毎回ピンチを作るけども、そこをしっかりしのぐっていうところではね、さすがエースのピッチング、2回裏もね、先頭万波の、サードゴロ万波ファンブルエラーね、山本が投げてる時はしっかりやっていかないと、ミスで負けたらとんでもないことになるよっていうね。でワンボールがライト前ヒットで、ノーアウト1塁ピンチ作るけども、マルティネスセカンドゴロ上川田ねワンアウト2、3塁からピッチャーゴロ、ここのピッチャーゴロね山本よく取ったね、これフィールディングもめちゃくちゃ上手かったね。で、細川三振というところでしっかり防いで、で、3回にも、2アウト1塁のピンチ作るけども、万波を、ファーストファールフライで、4回ね、また2アウト2、3塁のピンチ作るけども、伏見を三振で、5回松本内安打で郡司フォアボール、またノーアウト1、2塁のチャンスの中で、清宮三振万波三振そしてワンボールのセカンドゴロというところで、2、3、4、5全て得点圏にランナーを置きながら、日本ハムは1本出ないというところと、逆に山本はねしっかりそこ1本ね、打たせないというところではエースの貫禄があったかなと。でオリックスはね、初回池田がツーベースで茶野三振でワンアウト2塁からね長川のレフト前ヒット、ここでね池田がナイススタートでホームナイススライディングで、リクエストになったけどもホームにねスライディング間一髪セーフっていうところで、この1点、まあ、この1点をね守り切ってっていうところで、で、日本ハムのね先発伊藤9回116球2安打11奪三振無四球1失点というところで、まあ、初回のこの池田中川のヒット2本のみね、あとはノーヒットに抑えて完璧なピッチングだけども、その1点で負けちゃったっていうね。で日本ハムはね9回にもビッグチャンス訪れるんだけどもね、平野に代わってねピッチャー先頭マルチネスレフト前で、上川で送りバントを決めて代打野村勇樹フォアボールで、ワンアウト1、2塁から代打古川三振、そして松本剛がアウトコース逆球のインコースになったところをライトフライでねゲームセットという形で、まあ、しっかりしのぎ切ったかなと。で3日1対3でねオリックスっていうところで、まあ、オリックス先発ね東6回3分の1、87球、5安打4
三振で1デッドボール1失点というところで、まあ、ここねしっかり四死球出さなかったというところでしっかり踏ん張れたかなと。でしかもね現在7月30日ね、先発そこ投げ出してから、4連勝という形でね非常にグッピッチ山下ね、ちょっと腰の張りでいなくなったけどもこの東がねしっかり穴埋めしてるピッチングっていうところではオリックスにとったらねかなり存在意義ね大きいんじゃないのかなっていうね。でしかもこの試合またねオリックスはねもう入れ替えね前も言ったけど入れ替えどんどんしてこのねあの戦力をね無駄にね、調子悪いのに使わないっていうところでねまたこの日もね、池田と一緒に上がってきたね、佐野初スタメン1番5打数2安打2打点こうすぐ活躍する一軍上がってきたらなんなんていうねこの強さねその陰で隠れた北頑張れ、はい、っていうね、ところではね2回の表ね、2アウトから池田フォアボール紅林フォアボールで2アウト1塁からね若月がレフト前ヒットを打って2アウト満塁でここでね、佐野がレフトへタイムリーヒットっていうところで即ね、2打席目だけど即タイムリーねで、6回2アウトから頓宮バックスクリーンでホームランっていうねあのこれ2回もね6回も2アウトから得点してるっていうところではこれ打線の流れいいかなと。で、7回にはね、池田がセンター前、紅林送りバントで若月がね、内野安打っていうところでワンアウト一三塁からね、佐野、見事スクイズ成功って言ってしかもこれが内野安打になるっていうねここサード清宮ね、出るか出ないかの判断ねまだちょっとまだまだだねやっぱりその急増サードというところで、まあ、フィールディングもそうだけどその判断もねあれはもうね出て取りに行かないと取りに行ってピッチャーが三塁ベースのカバーに行ってファーストランナーをサードにこなす越させないようにしなきゃいけないところをね、サードベースに変えることを優先して、ピッチャーが取れないで内野安打になってしまうっていうねここら辺はもうねもう練習しまくって、覚えていくしかない ねで、日本ハムはね、7回裏にね野村のねショートゴロ紅林悪送球でピンチを作ってノーアウト二塁から郡司がねセカンド進塁打でマルティネスがセンター前ヒット打って1点というところでまあね郡司のエラーからね点が入ったけどもまあその1点のみっていうところで日本ハムねあと日本ハムね3回裏ねワンアウト一塁で松本コードの、ね、セカンドライナーファーストライナー磯端飛び出してダブルプレーバッと一二塁じゃんそんなに慌ててどこに行くねセカンドランナーは飛び出してないのに大パンだからね日本ハムはねこういうところだよね清宮の判断とかこの磯端とかねここの能力はねあの高いのかもしれないけどももうちょっとね野球脳を鍛えていこうねそこが大事です日本ハムがやらなきゃいけないこともうあの記録に残らないミスが多すぎですねそういったところは準備ね準備がまず足りないであとはこういうことになったら何が大事かっていうところはもうね前へもう前しか見てへんのかっていうぐらい視野が狭いねで興味はまだ急増やらなきゃいけないことがあるねもうちょっと考えて今日やりましょう、はい、結果ね、2勝1敗でオリックスの勝ち越しね優勝へ向けてまちぐらっていうね、ところですそして今現状ね、2位のロッテねロッテ大楽天ね1日5対0でロッテ、2日2対3対5で楽天、で3日4対5で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しっていうところで、ロッテはね、ここで楽天に負け越したことによって、またオリックスの一人旅が始まるっていうね、あと楽天はここでね、しっかり勝ち切って、A クラスにね、ついていくぞというところでは、このロッテに勝ち越したのはね、非常に、大きかったかなっていうね、その中でね、ロッテ先発、三輪ね、7回106球、4安打7三振、1四球1デッドボール無失点でね、初回のこの大ピンチをしのいだっていうところでね、一気にね流れ乗れたかなというね、初回ワンアウトからね島内センター前辰巳ライトツーベース浅村フォアボールワンアウト満塁からね鈴木大地三振これ大きかったねで、フランコがね、レフトフライでここねしっかりしのげたっていうところがね、まあ、今年それ以降はねもう本当にグッピッチで今年一番のね、ピッチングをしたんじゃないのかっていうね変化球も含めた、制球コントロール素晴らしかったと、思います。逆に楽天はねここで得点できてればひょっとしたらねそのままの勢いで、勝てた可能性もある中でね、この初回の攻撃っていうところがね、ちょっと悔やまれる。で楽天はね先発起死6回100球、6安打3三振1四球4失点っていうところでねこれ対ロッテね毎回言ってるけども今年の起死対ロッテ、防御率 5.65 1勝4敗ねでここね、前半はねいい形でしのいでたんだけども7回裏ね先頭中村サードへの内野安打っていうところでここねフランコがダイビングしてでそのまま座ったまま一塁へ投げてでギリギリっていうところでセーフになったんだけどまあ俺はここねリクエストすべきだったと思うよ正直あのままスッて流したけどもその後ポランコっていうところで0対0こうノーアウトのランナーこう勝負どころじゃねひょっとしたら覆えなかったかも分かんないけども俺何回も見返したけどリクエストにならないから一方向の動画しか流れなくて分からなかったんだけどもね
これはね、ちょっと俺はリクエストすべきっていうね、ちょっとベンチの判断ミスかなと思うね。でその後ポランコにね、カーブ投げて、もう一回カウント球のカーブ投げたらポランコが止まってね、でそのままカーブの流れのままそのまますくい上げて、バックスクリーン横にね、ツーランホームラン、でその後山口をもホームランで、安田がタイムリーっていうところで一気に4点、ビッグイニングっていうね、また岸、ロッテに打たれるっていうね。で8回にもポランコがタイムリー打って三馬がしっかり抑えてね、でその後のね、坂本登場、岩下っていうところもしっかり抑えてね、非常に完璧なね、前半はねどうなるかなっていう攻防だったけども、ロッテがね一発攻勢で、勝ち切ったかなと。で2日の試合、3対5で楽天っていうところでね、この試合ね、楽天先発マー君ね、7回102球、6安打6三振、2四球3失点で、ロッテ先発タネイチ、5回3分の1、113球、3安打7三振、4四球1失点っていう中でね、ロッテはね、2回裏、ね、ポランコがまたもホームラン、ね、こう高めのストレートね、前日はカーブ打たれて、次は高めのストレート打たれるっていうね、もうなすべないみたいなね、どう生かそうみたいなね、形の、ホームラン。でその後、ワンアウトから、ね、安田がフォアボールで、茶谷がね、インコース結構難しいところだったけども、左中間抜けるタイムリーツーベースっていうところで、若干やっぱりマークも力ないのかなって、あそこをね、引っ張り込まれるっていうところはね、でもすぐその後ね、楽天を3回表、阿部ちゃんがね、マスターがレフトスタンドにホームランを打って1点返す、これは大きかったね。でもその後5回裏に、岡がね、ホームランを打って3対1、俺、この流れでね、岡がホームラン打った時に、もうこれ、ロッテ勝ったかなって思ったけども、なんと7回表にね、ピッチャー坂本に代わって西村ね、辰巳センター前、阿部アウトになるけども小郷がね、ライトスタンドでツーランホームラン、これでもインコースめちゃくちゃいい球だったんだよ、インローに。それを小郷がね、めちゃくちゃいいバッティングして、小郷グッバッティング、あれはね、攻められないね、もうあれを打たれたらもうキャッチャーが配球を考えるしかない、ミスったなって思ったはず、あんな完璧な球を打たれたらね。でもこれ西村またなんかちょっと怪我してましょう、せっかくいい感じに来てたのにみたいな、あともうちょっとなのにっていう、まあ帝京ダイナマシー足りんぞね。で、3対3の同点になって、で9回表でね、ピッチャー増田が出てきて、先頭岡島ライト前で、辰巳が送りバンドを決めてワンアウト二塁から阿部がねタイムリーツーベースで、小郷がまたねタイムリーっていうところで2点取ってね、逆転勝ちっていうね。でロッテはねこの8回裏に、ピッチャー鈴木空からね、中村センター前、ポランコライト前で、ノーアウト一塁、ビッグチャンスを作りながら山口三振で、代打石川ねレフトフライで、茶谷がね、レフトフライっていうところで、このチャンスを生かせなかった後に逆転だからね、ここがねロッテにとったら悔やまれる攻撃になったかなっていうね。で3日の試合、4対5で楽天っていうところで、楽天先発庄司ね、7回3分の2、113球、5安打7三振、1四球2失点っていうところで、前回ね、勝ち投手になったけども、四球7とね、ちょっと制球乱れてきたけども、今回ね、フォアボール1個と制球も安定して、自分のね、攻めのピッチングっていうところがしっかりできたし、低めのね、変化球っていうところも素晴らしかったと思います。で、ロッテ先発中森ね、2度目の先発っていうところで、5回84球、4安打1三振、3四球、2デッドボール1失点と、まあ1失点でね、防いでんだけども、やっぱ5四球はね、ちょっと次に向けて課題大きいかなっていうね。でその中で楽天はね、4回表島内がねライトスタンドホームラン、結構軽くね、軽く打ったけどライトスタンドにホームラン先制で、6回には、2アウト2、3塁からね、東条ワイルドピッチっていうところで、ここもね、辰巳内安打、阿部小郷フォアボールだからね、連続、これが痛いよね。でその後ね、2アウト2、3塁から、小深田の時にね、田村はアウトコースに構えてで、投球はインローの膝元に行くっていうね、まあ、止めなきゃいけないけど、これ相当難しいよ、あれ止めるのね、あんなもん横から横だからね、しかもど引っ掛けでね、で1失点で、8回にはピッチャーね、沢村が帰ってきたけども小郷に、ホームランで、9回にはね、阿部のまたホームランっていうところで5失点で、ロッテも8回裏に、岡で藤岡のね、タイムリーっていうところで2点で、9回にもね、ポランコのツーランホームランで追い上げるんだけども、このね、1失点ずつのボディーブロー、リリーフ全員失点だからね、東条、岩下、沢村、沢田全員失点ね、このボディーブローが効いて1点届かずっていうね、あとはこの8回裏ね、藤岡の、ライトタイムリーヒットの中セカンド狙った時にね、あのセカンド、タッチがね、良かったね、村林タッチ素晴らしかった、グッタッチね。というところで楽天がね2勝1敗、このロッテに勝ち越したのは大きいね、ちょっとこれまだね、2位、3位、4位争い、ちょっとまだ激化じゃない、ソフトバンクがロッテに3ゲーム差、楽天2ゲーム差、5ゲーム差、ワンチャンだね、まだワンチャンある、ね、勝ち、これ、巻き越してたら危なかったけどね、勝ち越してたのは大きいかなと。で、西武対ソフトバンク、1日6対0で西武、2日2対6でソフトバンク、3日、3対2でソフトバンク、
ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越し、ね、楽天も2勝1敗で勝ち越して、ソフトバンクも2勝1敗で勝ち越して、ここのゲーム差は埋まらなかったけども、ソフトバンクもこの勝ち越したのはね、正直大きいね。で、1日、ね、6対0で西武というところで、西武先発平良ね、7回108球、6安打5三振、1四球無失点と、まあ、8月17日ね、対ソフトバンクに7失点したけども、リベンジ成功と。で、大量援護にも恵まれて、まあ、立ち上がりね、バタバタする傾向あるんだよね、ちょっとね、平良はね。まあ、でもそこをね、しっかり乗り越えて、スイスイっていけたかなと。で、ソフトバンクね、先発石川、4回104球、9安打2三振、3四球6失点と、まあ、8月18日で、ね、対西武戦ノーヒットノーランしたけども、そこはね、西武がね、2回も食らわないぞっていうところで、ね、しっかり対応できたのかなっていうね。で、西武はね、やり返すっていうところで対応、初回で、ね、2アウトからしっかりタイムリーが出たっていうところは、非常に、大きかったかなっていうね。先頭源田がセンター前で、岸はアウトになるけども、昼間センター前で、渡辺三振して2アウト1塁からね、栗山フォアボールで、その際からね、ここから2アウト満塁からセンターのタイムリーヒットで、佐藤がレフトにタイムリーヒットでしっかり3点取ったのはグッパッて大きかったからと。ここね、0点だったらひょっとしたらひょっとする感じだったからね。で、4回裏ここ2アウトからね、昼間フォアボールで、渡辺レフト前ヒットで、栗山はね、ライトスタンドへ、まだまだ若いぜ3ラングッパッてね。でこれで一気に6対0っていうところと、平がね、見事なピッチングっていうところでは、非常にね、試合展開としてはいい形の展開できたんじゃないかなと。で、平のね、あと水上ティノコもね、しっかり抑えて、ちょっとティノコがバタバタしたけどもね、まあ、6対0完封勝利、ね、で2日2対6でソフトバンク、ソフトバンク先発バントをね、5回3分の2、96球、8安打2三振、3四球2失点と、まあ、初回で、ね、5安打も打たれて1失点のみね、これはめちゃくちゃ大きかったかなっていうね。西武はね、ここだね、まあ、ソフトバンクは初回ね、近藤のタイムリーで1点先制するんだけども、西武は、源田内安打、ペイトンライト前ヒットで、中村が6-4-3ダブルプレー、これが痛かったね、正直。で、渡辺がね、レフトにタイムリーヒットで1点で、その後昼間もヒットで、その先ね、ツーアウト1、2塁から、ライト前ヒット打つんだけども、ライト上林が本塁へね、グスロー、ナイススローで、セカンドランナー渡辺もね、巨体を揺らしながらめっちゃ一生懸命走ったけども、ホームね、間2発アウト、間一発じゃない、間二発アウト、で5安打打っていって、ここがポイントだったね、西武としてはね。で、西武はね、先発高橋光南、5回98球8安打1三振3四球6失点、しかし自責点2っていうところで、まあ、攻守ともにね、ちょっとはまらずね、ミスもあって流れ乗り切れなかったかなっていうね。1対1で迎えたね、4回表ね、近藤のファーストゴロ、渡辺光一エラーバーとね。で、甲斐がレフト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から柳口フォアボールで、ノーアウト2塁からね、上林のセカンドゴロを上ば、ね、トロサキがちょっとバックステップ踏みながら、ホームへ送球グッシュリ、ね、で本塁オースプレーでアウトになって、でワンアウト満塁で、野村の時に、ここがパスボールバッ、もうそういうグラブの使い方してるからね、パスボールするんだよ俺、あれパスボールしない方法持ってんだよ俺、技術。今野球教室に行っていろいろ教えてんだけど、まあ俺、まあ、1000試合以上出場してパスボール19個、ダントツ少ない50何試合に1個っていうね、パスボールしない男です、はい、何でもキャッチしますってなった時に、あれがね、パスボールする理由はね、もう簡単なのよね。それを改善する方も簡単なんだけども、残念ながら佐々木は YouTube で技術出場しないね。もし聞きたいことがあったらいつでも連絡くださいね。でもパスボールあれもあれやるんだよ、プロでもあれやるんだよね。だからやらないようにする方法あるんだよね。あ、教えてください、無理です、はい、野球教室聞いてください。佐藤に教わった野球少年少女の皆さんは知ってます。で、その後2アウト3塁からね、甲斐がレフトスタンドへね、勝ち上げて2ランホームランで一気に4点っていうね。で、5回表にも柳町がね、タイムリー内安打で6点目、これ非常に大きかったね。で、西武は5回裏にね、源田の内野ゴロの間にね、1点取るっていうね、ところあるけども、まあ、6対2っていうね、ところで、まあ、ここもね、一番のね、問題点はね、この5回裏にね、もう古賀を変えちゃうっていうね。だからこれパスボールもあって、もう打たへんし、懲罰的なのも下手したらあったのかな、わかんないけどね。ね。で、変えることによって、ここからね、最悪のストーリーを生みます。はい。6回、2アウトから、昼間ツーベース、殿崎フォアボール、佐藤レフト前ヒット、2アウト満塁のチャンス作りますけども、キャッチャーね、古賀から変わった柘植が、ショートゴロ。ここね、ピッチャー板東から又吉に変わって、又吉くんピッチ、こうよく抑えてね。で、その後、8回にも、渡辺、殿崎の連続ヒット、で、佐藤のフォアボールで2アウト満塁、で、また柘植に回ってきます。で、空振り三振ね。ここ、ね、やっぱりちゃんと考えようっていうね。これもしね、
キャッチャーがもう一人いたら栗山とか代打池だと思うんだよね。でしかも前日スリーラン打ってるわけじゃんね。でしかもこの試合でいうと栗山使ってないんだよね、まあ、使えるとこなかったんだよね。だからキャッチャー2人しかいないのに、あんで5回とかで変えちゃダメなのよ。キャッチャー2人パターンっていうのは最後まで何もなければ最後まで行くのがキャッチャー2人パターンだから、そんなすぐ代打出すだったら3人 100% いるのよ、ね、しかもこの日もね、もしこれねもう一人キャッチャーいたら栗山いいところで代打行ったらひょっとしたらね、ひょっとする試合展開だったかも分かんないよね。そういったところではもう完全にベンチの戦略ミスっていうところがね、結果としてはあると思います。で3日、2対3で、ソフトバンクっていうところでね、ソフトバンクね、先発森唯斗5回3分の2、103球、3安打3三振、1四球1失点というところでね、6月8日以来のね1軍登板っていうね、ところで非常にね、クピチなかなかね、ソフトバンクも先発が苦しい中でね、31歳、ベテランでもないけどね、まだ中堅だけどね、年でいうとなんかもう大ベテランみたいな感じで報道とかもされてるけど、全然まだまだだからね、頑張れ徳島県ね。でもこの日もね、カットボール 50% ぐらいね投げてて、まあ、それを中心としながら変化球で組み立てながら非常にね、打たせ取るっていうところでは、本人のね、ピッチングしっかりできたんじゃないのかなと。で西武先発与田ね、5回96球4安打1三振3四球2失点というところでね、まあ5回でね2失点踏ん張れてるっていうところでね、まあ援護点なくね、まあ攻められない。ソフトバンクはね、初回ワンアウトからね周東センターへのスリーベースで、柳田がねセカンドゴロの間に1点先制して、でも西武も2回裏にね、外崎のホームランで追いつくけども、3回の表甲斐のねコロカード2本目のねレフトスタンドへホームランで、勝ち越して、で7回表ワン、2アウト3塁から近藤の、ね、タイムリーヒットで、まあ、着実にしっかり点を取って、まあ、8回ぐらい、ね、広間の犠牲フライで1点取られるけども、最後9回、ね、きっちりオスナが締めて、ね、まあ、ピンチは作ったけども、ね、しっかりゲームセットっていうね。でこの試合、ね、1回6回、ね、三森2つの、ね、イージーゴロエラー、どうした三森っていうね、これ完全に、ね、懲罰交代的な感じちゃうかっていうところでね、川瀬に変えられてますね。集中していきましょうね。まあ結果としてね、2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しっていうところで、ソフトバンクはねしっかり勝ち越せたのは大きかったかなっていうね、ところはあります。はい、まあということでね、まあ優勝はもうオリックスがねよっぽどのことがない限りいきそうだなっていうね。でまあ2位3位4位争いはちょっとまだまだね分かんないなっていうところもあるし、カードで言うと次からが楽天日本ハムでソフトバンクロッテだからね、こうソフトバンクロッテどっちか絶対負けるからってなった時に、この楽天がねもし日本ハムに2連戦か2連勝してソフトバンクロッテどっちか2敗するから、でもしソフトバンク2連勝したらゲーム差なしになるし、でもしロッテが2敗したら、あでもソフトバンクロッテは1勝2敗になったら1ゲームしか縮まらないのか、違う 0.5 ゲーム差だ、0.5 ゲーム差だから、まあ、0.5 まで縮められるんだ、だから 1.5 は縮められるんだ、でロッテも5ゲーム差あるから 3.5 まで縮めれるから、もう2敗したらね、ら最低でもどっちかと 1.5 ゲーム縮めれて、どっちかが3敗したら 2.5 ゲーム一気に縮められるから、ソフトバンクがもし3敗して楽天が2勝したら一気に楽天は3位になれるし、ロッテが3連敗してたらソフトバンクがゲーム差なしの1、2、3位なんでしょ、で、楽天が一気に 2.5 ゲーム差の4位になるから、これちょっと勝負どころだね。これ楽天はもう日本ハム2連勝必須だね、完全にね。でソフトバンクがもし3連勝した場合ちょっと話がすごいややこしくなるし、でロッテがここ3連勝したらソフトバンク4位になっちゃうし、いやこれはどう、初戦だね、まだ誰が投げるか出てないけどね。でオリックスは西武にしっかり1勝1敗で十分だね正直もう1個ずつ勝ってね行こうっていうね展開です。はい、ということでパリおしまいです、はい、さあ続いてどうなるセリーグ、はい、どうなるセリーグです、はい、阪神を追いかける広島、広島対中日、1日3対5で中日、2日3対1で広島、3日0対3で中日、中日の2勝1敗で勝ち越し、どうして広島、広島は前回も中日ヤクルトの5位6位対決1週間で1分け5敗と、ここで負け越しが一番痛かったけども、まあ、ロッカーどぶりのね負け越しっていうところで、その中で、ね、1日3対5で中日っていうところで、中日先発中地ね5回103球5安打4三振2四球3失点っていうところで、まあ、前回よりね、まあ、スライダーカーブ
請求良かったけども、もっと請求良くなっていけばもっといいんちゃうかっていうね、まあ、その中でね、まあ、ツーシームが結構効果的でうまく決まったなと、でまっすぐツーシームの、ね、緩急でまとめるっていうところではいいピッチングにね繋がったんじゃないのかなと。で広島先発玉浦ね、5回74球4安打7三振1球3失点と、まあ、全体的に悪くなかったけども、まあ、2本のホームランで、ちょっとやられちゃったかなって、まあ、スライダーねいいところを決め切ったっていうところもあったけどね、まあ、その中でね、中日は初回、ね、ツーアウト一塁から石川がね、ライトに先制タイムリーツーベースっていうところで、まあ、ここもね、末金が右中間の方に寄っててね、守備位置が。で、それでライト線上に行ってね、守備位置の問題でね、ホームまで返しちゃったっていうところで、これはもうベンチサイドだからね、これはもう守備側は守ってる選手は仕方ない。ね。で、3回にはツーアウトからね、ワンアウトから、カリステホームラン、細川ホームラン、2者連続ホームランっていうところでね、カリステ細川頑張ってね、ここ言いたかったね。で、広島は4回の裏にね、琴ノがホームランで、6回の裏にね、ノーアウト満塁から堂林タイムリー、そして坂倉がね、ショートゴロ内野安打、ショートゴロの間に行ってあげて同点まで追いつくけどもね、8回にピッチャー島内がね、カリステに、2本目のホームラン、そして2アウト1塁から木下のね、センターのタイムリーヒットで、ダメ吉と取られて、まあ、5対3でね、敗戦っていうところで、カリステの2発はね、非常に効果的な一発になったかと。でこの試合はね、まあ、ここまでね、助けられた末金、ホームランね、助けられた末金、しかしこの試合は末金、チャンスに1本出ずっていうところで、4回ね、1点取った後、2アウト1塁、8番末金、セカンドフライ、で6回ね、2点取った後、1アウト1、3塁、なおもチャンスでね、末金、三振、ね、8回、2アウト1塁、三振、ね、3打席連続ビッグチャンス回ってくる中で1本出ず、ここで1本で出れば広島の勝利もあった中でっていうね。で続いて2日ね、3対1で広島っていうところで、広島先発森下ね、9回116球7安打4三振2四球1失点完投勝利、グッピッチね。で中日先発高橋、6回106球8安打4三振1四球3失点っていう中で、なんと今日は末金やったぞっていうね、2試合連続はチャンスでボンドはしませんぜっていうね中で、2回裏ね、2アウト2、3塁またも前日から4打席連続でチャンスが回ってきて、本人かなりプレッシャーあったでしょう。その中でね、センターへのタイムリーヒットっていうところで1点先制ね。確かにね、森下もバッティングいいよ、いいけどもね、前日全く打ってないけども、2アウト2、3塁なぜ敬遠しないね。でしっかり打たれてね。で3回裏菊池がツーベース、ノマフォアボールで、ノーアウト一塁からね、ここで宇佐美がパスボール、バッと、なぜにね。で、琴ノアウトになるけども、ワンアウト二三塁から松山がね、センターへの犠牲フライ、ここで西川ね、ちょっとまた脇腹違和感で、これちょっと大ピンチ、カーブにとったので、ツーアウト三塁からデビッドソンがね、タイムリーツーベースっていうところで、しっかりね、ツーアウトからもデビッドソンが打って3点目で、中日は4回表にね、細川がホームラン、細川ね、20号ホームランね、頑張って、ね、非常に素晴らしい、まあ、あるけども、その後はね、森下がしっかり投げ切って、まあ、末金もね、しっかり打ってっていうところではね、かなりね、攻撃攻守ともにね、素晴らしい試合展開になったんじゃないのかなと、広島的にはね。で、続いて、0対3で中日ね、3日の試合、柳やっと援護してくれたぞ、3点だけどっていうね、ところで6回3分の1 107球4安打8三振1四球無失点っていうところで、グッピッチね、どえらい何ヶ月ぶりだよね、確か4ヶ月ぶりかなぐらいの勝利、4勝目、4勝9敗、いやこれ9勝4敗でもおかしくないからね、ノーヒットノーランもね。というところでね、まあ、柳が4ヶ月ぶりの勝利かな、4勝9敗、これ9勝4敗でもおかしくない、ノーヒットノーランもねしてるところでも援護なかった、でも今日しっかり3点援護してくれたら俺は勝つぜっていうところでね、グッピッチで。広島先発ね、栗、5回93球7安打4三振2球1セットボール1失点とね、まあ、中4日で投げてね、まあ、この成績はね非常に良、かったんじゃないのかなっていうね。でこの試合ね、西川がね怪我で痛いっていうところでね、代役の松山がね4番に座るけどもね、松山1本ですっていうね、まあ、この試合中日ね、3回表にワンアウト2塁からね、カリステのサードゴロ、なんとデビッドソンが3ファーストへ悪送球、バッとマジ痛い。だから正直クリ自責点ゼロなんだよね。で8回にねダメ押しっていうところでワンアウト2、3塁からね、後藤が高めに浮いた不変化球をね、タイムリーツーベースでしっかり2点取って、後藤代打、後藤ね、グッと、この2点ね非常に大きかったかなっていうね、まあ、1点でも柳だったら勝ってたかもしれないけどね。
でその後ね、フェリス松山マルティネスをね、しっかり抑え切ってね、大きなピンチもなく中日としてはね、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。中日はね2勝1敗で勝ち越してね、素晴らしい試合展開だったと思います。はい、さあ続いて DeNA 対巨人ね、さあ3位4位争いね、どうなっていくのかっていうところでね、巨人が3連勝して一気にっていうところもあるけども、1日9対3 DeNA、 2日13対4で DeNA、 そして3日7対8で巨人、 DeNA の2勝1敗勝ち越し、これかなりね大きいんじゃないのね。現在3ゲーム差、あと23ゲームいやでかいね。まあでもあと直接対決まだ3試合あるんだよね、巨人はね、 DeNA と。でも横浜スタジアムだからね、ここがね地の利を生かしていってどうなるのかっていうところはあるけども、1日ね巨人先発戸郷、4回99球7安打1三振2四球5失点っていうところで、いやまっすぐが切れてないのかな、球速で出るけど球速じゃ測れない、球質ね、みんな球速でしかね見れないけどね、ちょっとまっすぐが来てないんちゃうかなっていう、三振の数も1個と少ないしね。まあその中でね DeNA 先発東、7が103球6安打8三振1四球3失点っていうところで12勝でハーラーラビートップ、まあ、最低限のね7回3失点仕事が出てきてグッピッチね。でこの試合ね、巨人2回いきなり、岡本がねちょっと発熱して、離脱してたけども、復帰戦でいきなり初球ライトスタンドにホームランくっぱってえぐいね。しかもここから3試合連続ホームラン打つんだよこの選手、グッすごいね。ね、でその後ね、2回裏 DeNA がね、2アウト1塁から山本がね結構インコースいいところ投げたのよ、それをレフトスタンドでホームラン打たれるってことはやっぱりねストレートね来てないのかなっていうね。で、3回裏にもね佐野のタイムリーで、4回裏にはね、関根そして桑原のタイムリーっていうところでね、5対1これはね非常に大きかったかなっていうね。でもこのね4回裏の2アウトになってね1、2番のタイムリーなんだけども、桑原のセンターツーベース、ブリンソンがねゆっくり落下点に行って、でいやもう本当ありえへんで、俺がキャッチャーだったもん下柳さんばりにお前ミット叩きつけねえんだよ本当。トコの顔見た、あのゆっくりで、ね、もうゆっくり走っていくねん、もうゆっくり落下点に、ゆっくり落下点に走っていって、多分ブリンソンの思ってるより伸びたんだよね。でちょっとジャンプして落球ボブ大バーツちゃんとしよう、いい選手なんだから本当にそういうとこよ、めっちゃいい選手なのにもったいないよね。で、巨人はね6回表に長野のツーランホームランでね追い上げるけども、7回裏、サロンのワイルドピッチからね吉川のフィルダーチョイスで牧のホームランで宮崎もホームラン打たれて、もう一気に4点っていうところでね9対3終了ね。まあ、でもこの7回裏ね、このワイルドピッチっていうところでもねちょっと前こぼしただけだったんだけども、関根のねナイススタートね、これ前で弾いただけでねグストーレ、しかもね3 の, あのセカンドゴロ、これ吉川のフィルダーチョイスだけどもね、関根のスタートもめっちゃ良かったし、フォームもねギリギリセーフだったから、これはね関根の走塁がね非常に良かったねグストーレだったと思います。で牧宮崎のね連続ホームランっていうところで、この試合ね宮崎もね怪我から復帰戦っていうところで4打数2安打、ほんでホームランも打ってね非常に素晴らしい活躍だったと思います。で2日ね13対4で DeNA っていうところで、まあ、巨人はねこの試合ミスで先制パンチを食らって、まあ、継投もうまくいかずっていうね、ところで、初回ね差し点するんだけども、先頭関根がレフト前ヒットで、ここでね牽制で挟むんだけども、なんとセカンド門脇が捕球ミスでポロンチョして、アウトになるはずの一塁ランナー関根がね、セカンド到達っていうね。でその後、佐野のタイムリーでね、牧はアウトになるけども宮崎もタイムリーツーベースっていうところで一気に3点ね。で、すぐにね、巨人は大城のねタイムリーで1点取り返すんだけども、2回の裏にねツーアウト1塁から宮崎のねタイムリーヒットっていうところで4対1、これ1点大きかったね。で巨人は4回表ね坂本のタイムリーで、なんとかね追い上げていって、で6回にもね岡本のホームランまたも打つっていうね、追い上げていくんだけども、6回の裏、関根が高梨からライトスタンドへホームラン、そして宮崎が BD からレフトスタンドへ2試合連続ホームラン、で7回裏には桑原押し出し、佐野タイムリー、牧、捜査一掃タイムリーツーベースというところでリリーフが、ね、失点で、8回裏にも山本がまたホームランというね、ところでは13対4、もう爆敗です、ね、でこの2回もねこの DeNA
宮崎のタイムリー1点取るんだけども先頭ね関根のファーストゴロ秋広が後逸っていうねこういったところでちょっと 1,2 回ミス連発で失点したっていうところがねこう初回まで牽制アウトにしてたらね正直3失点なかったかもしれないからねちょっと細かいところがねしっかりできなかったでしかも最後にね野手登場北村っていうねこの登板の是非みたいなね、ところがあるんだけどもね、まあ、ピッチャーがねバルノダードと中川しか残ってなかったっていうところでもうピッチャーも巨人めっちゃ使ったからね、よくあったなんか、船場様高梨ビーディー三上菊池北村っていうところになったんだけども俺はもういいんちゃうかって思うね、まあ、ピッチャーもおらへんかってしかもね俺はな、まあ、なんでいいんちゃうかって思う、まあ、一つの要因としてはあの山本にホームラン打たれたけど試合壊してないじゃんねこれでなんか5失点10失点ぐらいして試合壊してリズムもクソもねえよ、もう試合もっとぶっ壊してんじゃねえかよみたいな感じになったらちょっとまあ失礼もあるかなっていうところもあるけどもホームラン1本打たれているけど抑えてるからね正直試合も壊してないしだから俺はもういいんじゃないのかなって思うねこういったところもねしかも山本もホームラン打てたからよかったんだよね俺がもし DeNA の選手だったらよよっしゃピッチャー来たぜっつってこれ打率上げときやろってね、絶対打たなきゃみたいなね。だって誰から打ったってヒットはヒットだし、ホームランはホームランだからね。だから成績上げときだから、正直素でやろうって思わへんと思うんだよね、俺選手だったら。どうなんやろな。俺だったらラッキーと思うけどね。しかも抑えられてるしね。あの、関根、林、大和は、普通に。だから俺は別にいいんじゃないのかなっていうね。失礼とか多分ないと思うけどな、正直。ラッキーって思うけど、どうなんでしょうかね。俺はいいと思います。試合壊してないし。壊しちゃダメだよ。壊したらもう変えなきゃいけないよ。すぐね。っていうのはあるけどもね。で、3日、ね、7対8で巨人っていうところでね、ルーズベルトゲームじゃん。もういろんなことが起こるから、これ解説しづらいよな。まあ、この、俺はもうこの2回のね、あの代打知能が満塁ホームラン打った時に、で、6点取って7対4。この勢いで DeNA、俺、行くんちゃうかなって思ったけども、ね、4回、丸の、ね、タイムリーで5回も、ね、岡本のまたも3試合連続ホームランあとは最後ね、やっぱミスが痛かったね7対6ね、1点差でこのまま勝ち切りたいところで8回ね、エスコバー出てきたところでね、門脇、岡田ね、連続三振取って2アウトになって長野をね、サードゴロで仕留めたけども宮崎がファーストへ悪送球ねで、その後丸がライトをね、同点タイムリーヒットっていうところでね同点になって9回表にもね、2アウトから吉川フォアボールここフォアボール痛かったよねで、岸田がね、ライト前ヒット。で、門脇がね、前日のね、ちょっとポロリエラーでね、失点したところのミスを取り返すっていうところで、決勝のタイムリーヒットを打って、まあ、8点目になるんだけども、この8回ね、まあ、宮崎も打ってくれてるからね、仕方ないんだけどね、この試合だけの評論をすると、このミスが正直痛かったね、最後は打ち合いになったところでは最後のミスっていうね。で、まあ、DeNA はね、3回以降ね、しっかり抑えられてるっていうね、まあ、でも6回にもね、この、ワンアウト一塁からね、今村のワイルドピッチで、まあ、ここ止めなきゃいけないんだけどね、大城もね。で、一気にね、あの一塁ランナー関根が三塁ね、狙って、まあ、これタッチアウトになるんだけども、俺はこれはね、行ってもいいと思う、正直ね。これ行くなって言ったら関根の良さも出てこないしね、まあ、紙一重だったところもあるし、正直ね、あれ狙ってサード行くのは、俺はまあワンアウトね、三塁になったらビッグチャンスだしね。まあ、紙一重っていうところもあるから、まあ、俺はまあね、あのその後の大城の、ね、処理が良かったっていうところもあるけどもね、ここの走塁が俺は良かったんじゃないのかなっていうね。で、7、8、9もね、結局抑えられて、まあ、前日はね、リリーフが、ボコボコタイムで打たれたけども、まあ、この日はね、松井、ビーディ、船場様、今村、バルドナード、中川ね、しっかり抑え切ったっていうところでは、グッドリリーフ、ね、良かったんじゃないでしょうか。結果ね、DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうところで、A クラスで最低でも死守っていうところでは DeNA 勝ち越したのは大きいし、巨人はね、負け越したのは逆に大きいかなっていうね。で続いて、ヤクルト対阪神ね、1日2対4で阪神、2日5対6で阪神、3日1対7で阪神、阪神の3連勝もう優勝へ向けて、まっしぐら !1 回ね、マジックが消えて、彗星かなと思ったけど、やっぱり油星だったわ。消えてなかったわ。ここでまた3連勝。えぐいな、ほんと。もう優勝するしかないやろ、これは。もうね、道頓堀にまた道頓堀飛び込まないでくださいよ、危ないからね、皆さん、命の保証できませんよ、やめてくださいよ。まあ、その中で1日ね、2対4で阪神というところで、阪神先発、村上ね、7回92球、3安打9三振、無四球1、デッドボール無失点と完璧、ピッチ、
ね、でヤクルト先発ロドリゲス6回108球5安打4三振4四球3失点、まあ、自責で1位というところで、まあ、4四球が、ね、気になるけど、まあ、絶対試合的にまとめるのは安定感だと、まっすぐナックルカーブカットスライダー、チェンジアップと、ね、変化球もまとまってるし、ね、いい形に投げ切れたかなと。で阪神は、ね、この日打順を、ね、変更森下3番から6番へという、ね、ところで打撃変更すると、ね、打順も、ね、見事にそうしたら、ね、日本塁打というところで、ね、一気にこの効果が出る、ね、2回、先制の、ね、森下が、センターへのホームランで3回にも、ね、近本フォアボールから中野の時に、近本が盗塁で効果が悪送球で3塁行って中野が、ね、タイムリーヒットでその後ミエセスの時に効果がパスボール、ね、で大山がレフトへタイムリーツーベースというところで一気に、ね、3点っていうね。で、まあ、このね、古賀のね、パスボールっていうところで、多分サインミスなんだよね。で、サインミスで補給できずに、プロテクターの中に挟まって、プロテクターの中に入ったら、パスボールになっちゃうんだよね。で、よくね、俺のキャッチャー道具、今つけてる人が見ててもさ、なんかピチピチとかさ、なんかあのちっちゃく見えるっていうんだけど、俺、あれわざとだからね。俺、あの、ブカブカで来てるやついるんだけど、ブカブカで来てるから、ボールが間に挟まるんだよね。俺めっちゃピチッとタイトに来てるから間とか入ってこないんだよね。だから俺しかも入ってくるのが嫌だから俺わざとブカブカじゃなくてピチピチにしてたわけ。結構ブカブカでつけてる人も俺の時の細川とか結構ブカブカでつけてたけども、ブカブカでつけるから入るよ間から。俺とか結構ね小さく見えるって言ってるけど、あれピチピチでつけてるから小さく見えるわけ。それはなぜかっていうと、プロテクターの間にボールが入んないようにピチピチでつけてるわけよ。そういったところもあるからね、そこら辺はキャッチャーもちょっと見直しね必要、これもったいないからね。でしかもその後その前にね高等悪送球もあったというところでこのバーッとね。で、8回のね森下2本目のホームラン、この1点ね正直大きかったね。 4点目のね。で8回の裏にね丸山のね、ショートタイムリー内安打、そして、代打中村ね、押し出しフォアボールっていうところで、2点差まで追い上げるけども村上三振サンタナショートゴロっていうところで、ここで村上に1本できればね一気に同点もあったかなっていうところではチャンス生かせずっていうね。で中でね丸山の打点いいね、増やしていこう俺のね打点王争いがね。丸山0点だったからねちょっとずつ増やしていこう、その時は嬉しいですよ、ね、で2日、5対6で、阪神というところでね、阪神先発は青柳ね、5回3分の2、79球、6安打4三振、2四球1デッドボール3失点、まあまあ、まずまずかなっていうね。で、ヤクルト先発ピーターズ、2回3分の2、69球、4安打2三振、3四球6失点っていうね、一気に3回ね、ビッグイニング、作られたかなっていうね。で、ヤクルトは初回ね、前日ね、いいところで打てなかった村上がね、この日、初回ツーランホームランでね、グッパッチ、一気に2点先制でね、いい感じでいくんだけども、3回表にね、近本タイムリーで3番小野寺、タイムリーで佐藤ライトスタンドへねポールチェック撃の、スリーランホームランというところで一気にね6点これは痛かったね。で4回裏にね、丸山のタイムリーヒット、お丸ちゃんいいねタイムリーね。で、6対3で8回裏にね、内山そして代打青木のね犠牲フライというところで、1点差まで追い上げるんだけどもね、やっぱこのね3回の6失点大きかったかなっていうね。まあ、ピーターズを受けたあとね、高梨、坂口、星、石山、清水とねしっかり0点にね抑えてなんとかねゲーム作ってっていうところではね非常にリリーフ良かったけどもね、1点ね、実らずっていうところもあったんでね、ここら、まあ、5回のね2アウト1塁されたらねセカンドランナーアウトとかね、まあ、その後ねチャンスも作っていくんだけど1本です。そこはね阪神のリリーフはねなんとか踏ん張ったかなっていうね。で、1日1対7でね、阪神っていうところで伊藤将司安定してんな、9回90球5安打3三振無四球1失点とね、まあ、完封ね間際っていうところもあったけどもね非常に素晴らしいピッチングね。で阪神はねもう初回からね、先頭近本ライトでスリーベース、サンタナバッと突っ込んできていい位置でこいつっていうね、最低でも体で止めないとね。で中野フォアボールでノーアウト1、3塁になった時にノイジーのサードゴロを村上、セカンドへ悪送球バッと好投、19個目、セリーグ1位です。で、その後オスナがね倒れるけども佐藤がねライトスタンドへ2試合連続のスリーランホームランっていうところで、こう1失点でね村上ちゃんと投げてれば1失点で済んだのに、その後ね、スリーランホームランで4失点になるっていうところもねちょっとリズム悪いで 2回の表に2アウト2塁からね、中野ノイジーのタイムリーっていうところで6対0、まあ、前日とほぼ変わらない展開でね、これはなかなかね勝負あったかなと。
で6回にもね、ダメ出しの木下レフトスタンドでホームラン、6番にね、打順を変えてから一気にね3本のホームランというところではね、岡田采配的中ね。で3番ね、入れた小野寺を打つ、ノイジーが打つっていうね、今何をやっても成功するね。でその中でね、近本デッドボールの話、別の動画でありますので、そちらで見てください。はい、さあということで、阪神優勝へまっしぐらです。阪神優勝って言ったらダメなあれ、うん、ダメなダメじゃない、あれですな、どれからあんの優勝って言ったら、なんないですけど、チームのスローガンがあれなんで。あ、そうだ、あれにもあるんです、うん、あれとパンヤーメンのセットです。え、あれとパンヤーメン、パンヤーメン、なんパンヤーメンって何、一緒じゃないですか、一緒。今パンヤーメンがバカ売れしてるんですよ、関西で。ラーメン、いやいや、アメス、あ、パインアメ、あ、パインアメか、はい、お、パイアーメンって聞こえたから俺ラーメンかと思った。パインアメ、うん、俺も持ってるよパインアメ、いつも栗山の大好きなパインアメやろ。それ岡田さんが大好きなんです、試合中ずっと飲んでます。岡田さんあれやろ、道一本焼きやろ、岡田さん好きやろ。道一筋焼きね、あ、道一筋焼き、道一筋焼きね、道一筋焼きね、トンベ焼きね、はい、さあということで最後にベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグから、ピッチャー、日本ハム、技、メジャーへアピール大成功、はい、キャッチャー、ソフトバンク、甲斐、日本塁打、ファースト、オリックス、頓宮、首位打者へレッツゴー、セカンド、西武、外崎、アップルパンチ、はい、サード、西武、佐藤龍世、西武、日本ハム、西武、出戻りです、はい、ショート、ソフトバンク、今宮、打力が元気、はい、レフト、ソフトバンク、近藤、全試合ヒットで9安打、センター、オリックス、中川、出場5試合、全試合安打で9安打、はい、ライト、ロッテ、岡、全試合ヒットで7安打、こいつは全員全試合ヒット、素晴らしい、はい、DH、ロッテ、ポランコ、セラピック高校です、はい、リリーフ、ソフトバンク、又吉、グッドリリーフ、セリーグ、ピッチャー、阪神、伊藤、横浜高校、知らなかった、俺、横浜高校って、そうですか、うん、横浜高校なんだと思って、キャッチャー、DeNA、山本、日本塁打、バッティンググッチュ、はい、ファースト、巨人、岡本、復帰速3本塁打、すごい。セカンド DeNA 牧10打点えぐい、はい、サード DeNA 宮崎こちらも復帰して7安打7打点はえぐい、はい、ショート広島小園成長がすごい、はい、レフト巨人長野まだまだ元気、はい、センター DeNA 桑原元気印、はい、ライト中日細川20号素晴らしいナイスバッティング、リリーフ阪神石井グッドリリーフ、はい、ということで終わりです。今年は優勝チーム動画複数チームを作らなくても良さそうな展開です。ありがとうございました。